エレン、どうやって、何しにここに来た？お前とは同じだよ。わからないか？お前と同じだよ。仕方なかったってやつだ。幕が上がったようだ。聞こうぜ。昔話をしましょう。今からおよそ100年前、エルディア帝国は巨人の力で世界を支配していました。始祖ユミルの出現から今日に至るまでに、現世の人類が3度絶滅しても足りないほどの命が巨人に奪われたとされています。巨人によって途方もない数の民族や文化、その歴史が奪われてきたのです。その殺戮こそが人類史であり、エルディア帝国の歩んだ歴史でした。そして敵のいなくなったエルディア帝国は同族同士で殺し合いを始めました。巨人大戦の始まりです。8つの巨人を持つ家が血を流し合ったのです。そしてこの状況に勝機を見出したマーレ人がいました。彼こそが英雄ヘイロス。彼の巧みな情報操作により、エルディア帝国は次々と同士討ちに倒れていきました。そして彼はタイバー家と手を組み、勝つことは不可能とされたフリッツ王さえも島に退かせることに成功したのです。しかしパラディ島に退いた王は未だに力を持ったまま、世界を踏み潰せるだけの幾千万もの巨人があの島に控えています。今現在、我々の世界がまだ踏み潰されずに存在しているのは偶然である。巨人学会はそうとしか説明できません。我が祖国マーレはその脅威を排除すべく4体の巨人を島に送り込みましたが、返り討ちに終わり、戻ってこられたのは鎧の巨人のみ。つまり暗黒の人類史たるエルディア帝国は未だ健在なのです。聞いたか、ライナー。あれが壁を破壊した理由だろ。お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろ。イエーガーはそのまま正門に行け。はい。二人はこっちだ。あなたをどこかで見たことがある気がする。どこの所属？西のラクア基地だが、召集を受け参加している。そしてエルディア人の無駄話に付き合う気はない。それは残念。素敵なアゴヒゲだと思ったのに。お、ピークさん。パンツァー隊。こんな日までお勤めご苦労。そんな、ピークさんこそ。今日はご機嫌なんですかね。何をしている。行くぞ。どうした。いや、車力の巨人と運命を共にする彼らとは絆が大事でね。今その絆に亀裂入ってないか。何か異常は。今のところ報告はありません。どんな些細なことでもいい。全て知らせるように伝えろ。了解です。ここだ。入れ。マガト隊長はどこに？ファルコ！何なんだ、これは。なんでブラウン副長があんなに怯えてる？クルーガーさんは古い友人じゃないのか？古いって何年前の？4年以前なら知り合ったのはパラディ島。いや、そんなわけが。だってそんなことありえない。